皆さんこんにちは。新年明けましておめでとうございます。この動画をご視聴の皆さん、本年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。97回箱根駅伝、駒澤大学の優勝、誠におめでとうございます。そして、往路優勝、総合準優勝の創価大学、誠におめでとうございます。いや、惜しかったですけれどもね、また、来年、つなげていっていただければと思います。フィフティーズランナーをですね、50代、私も箱根のランナーを見て、感化されまして、より一層ランニングに頑張ろうかなという、励ましとね、勇気をいただきました。そんなつもりで今年も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。で、心新たにですね、動画の方としては、オープニング動画を作りましたので、ご覧になっていただきたいと思います。どうぞ。だったでしょうか。まあね、若い人たちに比べてみれば、50代のおじさんですので、まあ、大した絵にはなっておりませんけれども、とにかくね、執念燃やして限界突破、まあ、そんな思いで今年1年間も頑張っていきたいと思っておりますので、今後ともお付き合いのほどお願いしたいと思います。また1年どうぞよろしくお願いします。以上です。また会いましょう。